バイト以外の稼ぎ方を知りたいと。まあ、大学生の方もそうなんでしょうね。まあ、オンラインで在宅で稼ぎたい、ネットで在宅で稼ぐにはとかですね。バイト以外で稼ぐにはネットで自力で稼げなければいけないのかとか、独学で学べるのか、ネットでですね、稼ぎ方を独学で学ぶっていうのはどうすればいいのかとかですね。まあ、自分でインターネットで稼ぎたいっていう声があります。まあ、やっぱり、バイト以外で稼ぐってなると、ネットっていうのは今もう、まあ、ほぼですね、どんなジャンルにも入ってきてるのかなと思うんですけども、まあ、避けた方がいいのはクラウドソーシングですね。クラウドワークスとかランサーズとかですね。あの辺はですね、単価が低すぎるんですよね。で、高単価のものは、まあ、ライバルとの取り合いになっていて、で、また安定して入ってくるかどうかわからないというところなので、やっぱりご自身のメディア、オウンドメディアっていうものですね、ブログだったり、僕だったら YouTube のこういったチャンネルだったり、公式 LINE っていうものを持って、情報発信していくっていうのは何より一番いいと思います。